Judah betrayed Jesus. Why did Judah betray Jesus? God Answers Organization website answers as follows. While we cannot be absolutely certain why Judah betrayed Jesus, some things are certain. First, although Judah was chosen to be one of the 12, all scripture evidence points to the fact that he never believed Jesus to be God. He even may not have been convinced that Jesus was a Messiah. Unlike the other disciples that call Jesus Lord, Judah never used this title for Jesus and instead called him Rabbi, which acknowledged Jesus as nothing more than a teacher. While other disciples at times made a great profession of faith and loyalty, Judah never did so and appears to have remained silent. This lack of faith in Jesus is a foundation for all other considerations. However, today's point is not this. You see strange hands in the sketch, The Battle of Cascina, sketched by Michelangelo Buonarroti, and here in this video, I would like to examine whose hands these are. Although I just reckon that these hands are Judah's, to say is one thing, and to prove it is another thing. Michelangelo はカッシナの戦いの絵の中で奇妙な手を描いています。私はこれはキリストを裏切ったユダの手と考えていますが、そう思うというのと実際そうであると証明するのは全く別のことです。で、この動画の中ではそれを証明してみることにしました。小さな小さな謎ですが、それを証明するのは大変なことでした。広林、浜松市、ジャパン。最初に今日の動画の道筋を皆さんに話しておきます。ミケランジェロが描いたカッシナの戦いです。で、この絵の中にですね、ここにイエス・キリストがいるということを証明します。次に左の上にですね、マリアがいる、イナンナ・イシュタールがいるということを証明します。まあ、ここにいる左の人がですね、マリアです。それを証明します。で、続いてこの群像といいますか、の人たちは、イエスの12人の使徒、プラスアルファ、女性もいますけども、まあ、そういった人たちがいるということを証明します。そして、まあ、この中に11人の弟子がいるわけですね。そして、この下の赤い丸です。この手はイエスを裏切ったユダの手であるということを順に説明します。ミケランジェロ・ブアノルティが描いたとされる、まあ、大変奇妙な絵があります。カッシナの戦いというタイトルの絵です。まあ、奇妙な絵なんですけども、この絵の下の方に、これまた奇妙な手が2本描かれています。赤い矢印のところを注意深くご覧ください。黄色い枠で囲ってみました。水の中から手が出ています。これは誰の手かということなんですね。で、今日はこの動画の中で、この謎について考えてみます。まあ、小さな小さな謎ですけども、その向こうには巨大な謎が隠されていました。この手は誰の手なのか、ということですね。マルカトニオ・ボログニーズという画家がいました。ルネサンス期の画家と思われますけども、まあ、これ以上資料がありませんので、詳しいことはわかりません。
そのマルカ・トニオがですね、大変奇妙な絵を描き残しています。これがその絵なんですけども、この絵の中にも隠し文字、つまり一文字の形で数字が仕込まれていました。7ですね。で、77はですね、ヘブライ語及びユダヤ語のゲマトリアでクライスト、つまりキリストを意味します。言うなれば暗号のようなものと考えてくださって結構です。まあ、77イコールキリストということになります。で、同じようにですね、ベネチアのも大変奇妙な絵を描いています。アゴスティのベネチアーノです。で、このベネチアーノの描いた絵に今日は注意していただきたいと思います。やはり隠し文字、一文字の形で5、0はもう少し大きいかもしれません。そして2が仕込まれていました。一番左端はですね、1と判断できますけども、まあ確かではありません。まあともかくも1502という数字が浮かんできます。これをですね、ゲマトリアで読みますとですね、まあ、イエスの聖霊ということになるわけですね。1502。いわゆるこれは、ユダヤのゲマトリアです。まあ、そのような意味で使ったということですね。そして、ミケランジェロもカシナの戦いの中で、それを表現しました。これがカシナの戦いですけども、この中には一文字が仕込まれていました。バイ・林博士の発見です。で、これが、カシナの戦いですけども、ここに7があります。で、775027と数字が浮かび上がってきます。まあ、これが隠し文字、一文字ということになります。まあ、500年間誰もこれに気がつかなかったんですよ。で、77っていうのはですね、やはりユダヤのゲマトリアで読みますと、これはイエス、キリスト、キリストってことになるわけですね。キリストをですね、ゲマトリア、カルキュレーションで読みますと77。で、50は聖書のという意味です。そして27はカインですね。という意味です。ですからこれ読みますと、キリストは聖書のカインであると読めるわけです。まあ、ミケランジェロはそのようなメッセージを残したということになります。で、マルカ・トニオと、それからベネチアーノと、それからミケランジェロの絵を比較してみます。まあ、大変、まあ、奇妙と言いますか、奇妙な、やはり奇妙ですね。事実に気がつきます。で、左下がマルカ・トニオ、それ右下が、ベネチアーノということになるわけですけども、上のその、ミケランジェロの描いた絵と比較してみますと、同じ人物がそれぞれ描かれていることがわかります。チューブからご覧くださいね。同じですね。そして、7という数字を表しています。で、ここにいる人も同じですね。で、5という数字を表しています。0ですね。同じですね。となりますと、これ同じ画家が描いたのかということになるわけですけどもね。あるいは、どうなのかということですけども、上の、その、カシナの戦いの絵はですね、これはミケランジェロの描いたスケッチ画を弟子がスケッチしたということになっています。ですから、まあ、そういった形でコピー画が作られたということは、十分考えられます。ともかくも、このように同じ人物が描かれているということです。まあ、これをどのように解釈するかは、まあ、今日のテーマではありませんので、まあ、こうした奇妙な点があるというところに注意してください。そしてこの人物なんですね。背中に、まあ、人間にはないボコボコとしたコブができていて、そして背中のにはヒレがありますね。いわゆるラム族特有のヒレが表現されています。右はですね、システナ礼拝堂の天井画のリビアの巫女と呼ばれている、まあ、絵ですけど、これは巫女、すなわち女性ではありませんよ。まあ、それをこれからちょっと簡単に説明しますけども、まあ、こうした絵をですね、ミケランジェロが描いていたということですね。まあ、ミケランジェロが描いたわけではありませんけどもね、ミケランジェロを通して1500年後にイエスが描かせたということになるわけですけども、この人でなんですけども、乳首を注意深く見てください。で、左もこれは、この絵もなんとなくこう女性っぽくは見えますけどもね、私はこの人は男性と判断しました。が、それがですね、知った礼拝堂の天井画として表現されているということです。まあ、リビアの巫女ですね。まあ、女という字を書くわけですけども、リビアの巫女ではありませんね。男性の乳首が小さいですけども、表現されています。もし、この人が女性であるならば、乳房がですね、このように見えてもおかしくないわけです。また見えるはずですね。しかし、そういった乳房がなくて、まあ、男性の乳首を持った人、すなわち、この人は、
男性であるということになります。神聖な礼拝堂のこの天井側はですね、男とか女がもうめちゃくちゃですから、その点を注意してまた検証なさってみてください。これは余談です。ベネチアーノの絵に戻ります。ベネチアーノの絵です。この絵の中にもイエス・キリストが表現されています。右下にいる人物がイエス・キリストです。足の皮を剥いでいます。ベローと剥いでいます。で、これがイエスだとするならば、左端に立っている人はですね、バランスから考えて私はマリアと判断しました。やはりまあストッキングのような皮をですね、ベローと剥いでいるか、剥いでいるところでしょうね。で、顔を見てみますと、やはりこのどこか女性っぽいということですね。すなわち右にイエス、そして左にマリア、バランスをとってこのような絵が描かれたものと判断しています。つまりこれがマリアということになるわけですね。で、その証拠をこれからお見せいたします。ベネチアーノの絵に戻ります。その中には1502という数字が隠し込まれています。15、すなわち15というのはですね、イナンナ・イシュタール、ヘブライ名マリアの神聖数ということになります。そして02、逆に読みますと20というのはシャーマシュの神聖数ということになります。イナンナとイシュタールが組んでですね、キリスト教を立ち上げました。イナンナ・イシュタールのヘブライ名はマリアです。また1502のこの4つの数字を足しますと8になります。8というのは8方向に伸びる金星のマーク、すなわちイナンナ・イシュタールのシンボルマークへとつながっていきます。ともかくも1515はイナンナ・イシュタールの神聖数であるということ、そして20というのはですね、シャマシュ、すなわちイエスの神聖数であるということになります。つまりこの絵はですね、左に立っているのがイナンナ・イシュタール、すなわちマリア、そして右に、まあ、足の皮を剥いでいるのがイエスということを示しているということになります。ここが重要ですから、もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。ベネチアーノの描いた絵です。この絵の中には一文字の形で、つまり、隠し文字が仕組まれていました。1502で15、すなわち15というのはイナンナ・シュタール、ヘブライ名マリアの、神聖数です。そして02、20というのはシャマシュの神聖数です。イナンナ・シュタールがですね、シャマシュと組んでキリスト教を立ち上げました。で、1502を足しますと8という数字にもなるんですね。8というのはイナンナ・シュタールの、まあ、シンボルマークである8方向に伸びる、まあ、金星を表す数字としても使われています。で、上がですね、右がカシナの戦いの中に描かれている男性です。その左の絵がですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像です。で、まあ花冠をかぶっているところからですね、いわゆる、まあ、ラム族、レプタリアン族の王であることを示します。なあち、これがイエス・キリストということになるわけですね。そして法王のかぶる帽子もこの絵の中に隠し込まれています。つまりこのバランスから考えてですね、右がイエス・キリストですから、左に立っているのは、これは私はマリアと判断しました。今言いましたように15という神聖数がその証拠ということになります。で、この人はマリアということになるわけですね。やはり足の皮をベローと剥いでいるところと考えられます。そして背中にはヒレがあり、体中にはボコボコのいわゆるコブができているということですね。で、まあこれがマリアであると判断しました。 by 林博史です。で、このようなヒレも表現されています。で、顔をですね、よく見ますと、まあこの顔はですね、やはり女性っぽいんですよね。で、カシナの戦いについて言えばですね、皆男性であるというふうに一般には解釈されてますけども、このカシナの戦いの中には明らかに、まあ、女性が少なくとも2人あるいは2人以上描かれています。それもこれから自由に説明します。繰り返しになりますけども、1502、右端にいるのが、イエス・キリストです。そして左端にいるのが、いわゆるイナンナ・イシュタール、マリアということになります。1502ですね。確認していただけましたか？
ここが重要なポイントです。ダヴィンチの謎についても少し触れておきたいと思います。頭の戦いの中には775027という数字が隠し込まれています。その775027の中からですね、数字を抜き出してダヴィンチは自分の死亡日としました。67歳の5番目の月の2日に亡くなったということになったわけです。しかもですね、6752を足しますと20となります。すなわち先ほど言いましたシャマーシュの申請数と一致します。まあ、このような形でですね、まあ、あの頭の戦いの中の、まあ、右下にいる人物はですね、シャマーシュであることをミケランジェロなる画家が、まあ、示したということになります。そして、まあ、775027の数字を抜き出して自分の死亡日としたということはですね、ダヴィンチはその日には死んでいなかったということになります。頭の戦いの絵ができたときにはまだレオナルド・ダヴィンチなる画家は生きていました。もう一つ外堀を埋めておきます。先ほどカシナの戦いの絵の中の右下にいる人物は、まあ、イエス・キリストであると私は説明しました。まあ、何度も説明したことなんですけども、ここでもう一度確認しておいていただきたいと思います。これはミケランジェロなる画家が作ったとされるペーター像ですけども、この向かって左がイエスの右腕に注意してください。まあ、奇妙な人間にはないコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。このコブですね、人間にはありませんね。このコブがですね、まあ、イエスの右腕に表現されているということです。注意深くご覧ください。これはイエス像ですよ、ペーター像ですよ。マリアがイエスを抱いているんですよ。そのイエスの腕にですね、このようなコブが表現されているということです。注意深くご覧ください。コブですね。で、これ、このコブと同じものが実はカシナの戦いの絵の中にも表現されています。このコブに注意してください。このコブが特徴、このコブが特徴というの、まあ、特徴的ということになるわけですね。で、まあ、この頭の戦いのやはり右下の人物ですね、頭に花冠をつけているこの人物に注意してください。繰り返しますけど、この人物は靴下を履いているのではないんですよ。足の皮をベローと剥いでいるんですよ。その人物のこの向かって、右側のね、左腕に注意してください。この腕とピエタ像の中に表現されているイエスの腕と一致します。まあ、切り出して、90度動かして、拡大して、そして左右反転してみます。まあ、このような形でですね、ミケランジェロなる画家はですね、このカシナの戦いの右下の人物はイエス・キリストであることを示しました。コブに注意して、まあ、少し影になってますから、見にくいかもしれませんけども、注意深くご覧ください。そして特にこの肘のあたりのコブですね、このあたりが一致しています。注意深くご覧ください。すなわちこのような形でですね、左がイエス・キリストですから、右のこの人物もイエス・キリストということになるわけですね。まあ、統一性を持たせてこのように表現したと私林博は判断しています。まあ、つまり、左の人物がですね、イエスであるから中央もイエス。そしてダヴィンチになる画家もですね、解剖図のところで同じような腕を表現しています。特に上腕の部分に注意してください。ボコボコとコブがありますね。左のペーター像のイエスにも同じようにボコボコと、まあ、そのコブが表現されています。そして上腕のところにこのようなヒレがありますね。これは筋肉が盛り上がったからできた境目ではなくて、まあ、そのようなヒレがあると判断できますね。そして上のところにはボコボコとした、まあ、コブがあると。まあ、このような形で三者がつながっていくわけです。なわち、まあ、簡単に言えばみんな同じ画家、すなわち1500年後にイエスが描いた絵ということになるわけです。そして右下の人物はイエスということになります。これで皆さん先ほどのベネチアードの絵の右にいた人物がですね、イエス・キリストであるということに納得していただけたと思います。同じ人物ですからね。同じ顔ですからね。ですから、まあ、これがイエスということになるわけです。もう一度確認してください。ヒレに注意して、コブに注意してください。同じように表現されているということですね。まあ、それが左の方は彫刻という形で表現されているということになります。まあ、分かりやすく言えばですね、左の彫刻も右の絵もですね、人間技ではないということです。さらに確認していただきたいことがあります。
これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。そしてこの人物と同じ顔をですね、ミケランジェロなる画家が描いています。カシナの戦いの中に描かれている、まあ、先ほどからイエス・キリストと判断した人物です。そして右がペーター像です。そして右2つはですね、腕でつながります。そして左2つはですね、同じ顔ということでつながります。すなわち一番右がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。そして皆さん自身で確認してください。で、私はこれがですね、今から2000年前、ルネサンスから見ればですね、ルネサンスに先立つ1500年前のイエス・キリストと判断しました。となるとですね、この周りの人たちは誰かということになるわけですね。で、この周りの人たちに注意していただきたいんですけども、どこか人間っぽくないですね。そしてこの左の人物の首には生命維持装置のようなものが首の周りについています。そしてこの人たちに注意していただきたいんですけども、どうも人間のようではないような気がするわけですね。まあ、どこかボコボコとしたコブが、まあ、表現されているように思います。で、この顔の人物がですね、実はカシナの戦いの絵の中にも描かれているということです。つまりですね、こうして顔を並べてみるとですね、まあ、どこか人間らしいからぬ顔ということになるわけです。そしてその、まあ、中央に、2000年前のイエスの顔を置いてみます。まあ、こういう絵をレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描き残しているということですね。そしてまあ、この4人は誰かということですけども、まあ、イエスを中心とする4人の仲間ということになるわけです。仲間ということになりますと、まあ、一般に言うと弟子、使徒ということになるわけですね。そして、まあ、こう比較していますと、今赤丸で、まあ、結んだのが、これがイエス自身ということになります。で、左上はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ですよね。で、右が、これはミケランジェロの描いた絵ですけども、顔が一致していると。すなわちこれがイエスということになりますね。で、他の4人もこの中にいるんじゃないかなと思うんですけども、この人が特によく似ているんですね、顔がね。見てください。ですから、まあ、左上の、まあ、仲間たち、まあ、イエスとその仲間たちの、仲間たちがですね、まあ、下のですね、ミケランジョのカシナの戦いの中に描かれているということになるわけです。ただ、他の人たちはあまり顔が似てないと言いますか、ちょっと難しいかなという部分はありますけども、まあ、こうして、まあ、両者を突き合わせてみるとですね、まあ、ダ・ヴィンチの描いた人物と、そして、ミケランジョが描いたカシナの戦いの中の人物が、まあ、一致していると。完璧には一致してませんけども、よく似ているなというレベルで似ているということですね。なあち、ここに、カシナの戦いの中に描かれているのはですね、まあ、一般的に言われているような、まあ、説明書きの人物ではなくて、イエスとその仲間たち、すなわち、まあ、12人なら12人でいいわけですけども、12人の弟子ということになるわけですね。で、人数が17人で合わないじゃないかとおっしゃいますけども、この中には女性も描かれてるんですよ。今ちょっと赤間で囲んでいましたけど、この人は乳首がありますね。胸が大きくて乳首がありますね。そして、その左の下の人はですね、なんと女性器が正確に、まあ、描かれています。まあ、ミケランジェロの描いた絵の中で、このように女性器が正確に描かれている絵というのは、これ1枚だと私、林博士は判断しています。まあ、私が見つけた範囲では、これ1枚だと判断しています。で、ここにも人がいるんですけども、これどうも女性っぽくないんですよね。で、頭も、なんて言いますか、くるくると巻いてる、ターバンのようなものを巻いてる、皮膚を剥いでいるのかもしれません。ともかくも。ですから、まあ、4人、この中に少なくとも女性が描かれているということになるわけです。で、右上の方にはローマ兵も描かれているような感じですね。すなわち、ここに描かれているのはですね、12人のイエスと12人の弟子ではないかと、そのように判断したわけです。で、もう一度ここで確認してくださいね。いよいよ、まあ、核心部分ということになるわけですけども、上がベネチアノの描いた絵ですね。で、下がミケランジェロの描いた絵です。で、ベネチアノの絵の方でですね、ここに、まあ、両端に、ここにいるのがイエスであると。
そして左端にいるのがマリアということになりますね。ですから同じ人物が下の、頭の戦いの中に描かれているから、このキー枠の人はイエスとそれからマリアということになるわけです。で、まあ、全体で18人いますからね、まず2人を取り除きますと16人になるわけです。そして、まあ、この中に明らかに乳房があり、女性器がある人をですね、2人除きますとですね、14人となるわけですね。他にも女性っぽい人、それから、まあ、ローマの兵隊らしき人もいますからね、まあ、数がちょっと合わないという部分もあるんですけども、13人から14人が残るということになります。まあ、もう一度念のために人数を確認しておきたいと思います。全体で18人の人が描かれています。で、下の手の人も加えますと19人になりますね。で、この方、今赤丸つけた方はですね、まあ、女性器が正確に描かれていますから、まあ、女性と判断します。ミケランジェロが描いた絵の中でもこのようなものが描かれているのはこれ1枚だけですね。私が発見した範囲では1枚だけです。で、これで、まあ、この人を除いて16人になって、で、この人には乳房がありますから、また1人除きます。まあ、これで16人になるわけですね。で、まあ、女性を除いているということです。そしてこの人がですね、まあ、先ほど言いましたように、これは男性なんですよね。ですから、引いていいのか悪いのか分かりませんけども、体つきがどこか女性っぽいですね。で、その下に、右下にいる人は、これは頭から、まあ、顔を剥いているんでしょうけどもね、ターバンのようなものを巻いてますけども、顔が女性っぽいということで、まあ、順に減らしていきます。まあ、2人減らしますとね、これで14人になるわけです。まあ、私がここで証明したかったのはですね、12人の弟子をですね、この中に表現されているはずだということで、証明したかったんですけども、まあ、男女の性別がはっきりわからないということでですね、もう一人、ローマ兵のような人も描かれてますからね。ですから、どのように判断していいかわかりませんけども、ともかくも12人、あるいは13人以上前後のですね、まあ、あの弟子が描かれていると私は判断しました。まあ、100歩譲ってもですね、まあ、この中にはイエスとマリアが描かれてますから、残った人たちがですね、弟子と考えても、まあ、何らおかしくないわけです。もうその中に手が描かれているということになります。で、まあ、そのイエスとマリアが描かれていて、そしてイエスの弟子たちが、まあ、描かれていると、まあ、そのように判断したわけですね。で、まあ、この4人については一応女性と判断して、そしてイエスとマリアを除くと、で6人を除くと、で18人を除きますから12人となるわけですけどもね。でローマンソルジャーを1人除きますと11人で、じゃあもう1人はどこにいるかというと水の中にいるということになるわけです。で、水の中にいる人は誰かということになりますと、12人の弟子の中でこのような、まあ、扱いといいますか、このような立場にあったのはユダ1人ということになるわけですね。で、まあ、そのように判断したわけです。で、今、9と書いた数字の人がローマ兵ですからね、これをローマ兵とするならば、まあ、黄色い人がですね、黄色い人を入れて12人の弟子ということになるわけです。で、その中央の赤い丸の人が男性ということになりますと、どこかでもう一人、まあ、調整しなければならないということになります。ともかくもそういった人たちが、このカシナの絵の中に、まあ、描かれているということですね。で、結論から言いますと、まあ、このカシナの絵の中に描かれているのはですね、イエスとマリアと、そして12人の弟子プラス、まあ、アルファ。ということになるわけです。その12人の弟子の中でですね、まあ、助けてくれ、助けてくれと言ってもがいているのが、私はユダと判断しました。まあ、この手がですね、ユダの手と判断する、まあ、証明するためにですね、本当に本当に回りくどい回りくどい説明になりましたけども、まあ、私自身もですね、こんなに手こずるとは思いませんでした。つまり結論を言いますと、この手は、まあ、イエスを裏切ったユダの手ということになるのではないでしょうか。また林浩司はそのように判断しました。まあ、皆さんの判断はどうでしょうか。それでは皆さん、バイフォーナウ。